ございます。文化文政の頃、南部藩主から伝承奨励の巻物を授かり、お盆に先祖供養として門付けを主に踊り連中一団によって継承されてまいりました。笛、太鼓、踊り手が右回り円陣で踊り、手足の上下の振りは踊りの原型、古い芸体といわれ、難波の踊りが特徴となっております。これからご披露いただきます演目でございますが、歩み、四拍子、神楽崩し、二、獅子踊り崩し、一、獅子踊り崩し、四、引き葉の踊り返し、そして霊踊りとご披露いただきます。それでは三本柳三層踊り保存会の皆さんです。どうぞよろしくお願いいたします。あの良い子は嫁に
Thank you.
はい、どうもありがとうございました。